突然ですが皆さん、夏の間暑いからってだらだら過ごしたり冷たいものばかり食べていませんでしたか？今回はそんな皆さんのために内臓脂肪が蓄積されているかセルフチェックしてもらいます。まずはメジャーを用意してください。さあ、メジャーの準備はできましたか？それでは測定方法です。両足を揃えてまっすぐ姿勢よく立ち、息を吐いてリラックスした状態にします。この時お腹を引っ込めたりはしないようにしましょう。測定するのは腹囲、つまりおへそのある位置です。この時メジャーはお腹と背中に回す時に床に水平になるように注意しましょう。また脂肪でおへその位置が下がっている人はおへその上のお腹が一番出ている場所で測定します。計測できましたか？それでは結果発表です。男性85センチ以上、女性90センチ以上の人は要注意。内臓脂肪が蓄積している可能性が大です。腹囲がこの数値を超えてしまってどうしよう、心配だと感じている皆さん、まずは内臓脂肪の正体から知りましょう。そもそも内臓脂肪って何？内臓脂肪とはお腹の中のにある腸間膜という腸を固定をする膜につく脂肪です。内臓の位置を保ったり、また衝撃を和らげるクッションの役割をします。エネルギーを一時的に蓄積したり、また必要に応じて出し入れしています。血行の良い内臓周りにあるため、つきやすく落ちやすいのが特徴です。内臓脂肪が蓄積するとどんな影響が出るのでしょう？健康を維持するためにも必要な物質ですが、内臓脂肪が過剰に蓄積すると分泌のバランスが崩れ、血糖値を下げるインスリンの働きを悪くしたり、血栓ができやすくなったりする物質が増えることが分かってきています。結果、血糖値の上昇など動脈硬化が進みやすい条件が揃っていくことになります。糖尿病、高血圧症、脂質異常症、がんなどの生活習慣病にかかるリスクが高くなり、また動脈硬化が進んでいくことにより心筋梗塞や脳梗塞など起こしやすい状態になってしまいます。内臓脂肪を減らすためには摂取エネルギーよりも消費エネルギーを多くする必要があります。この状態を作り出すには、皆さんもすでにお分かりかと思いますが、食事と運動のバランスが重要です。ではここでまたまたセルフチェックです。紙とペン、そして蛍光ペン4色を用意してください。準備はいいですか？それではあなたが昨日一日に食べた食事と間食、飲み物をすべて書き出してください。そして米、パン、麺類などの主食を黄色、肉、魚、卵、大豆製品などの主菜を赤、野菜、キノコ、海藻類などの副菜を緑、お酒やスイーツなどの嗜好品やおやつは青色のラインを引いて色分けしてください。さて、色分けした紙を見てください。あなたは何色が多いですか？偏ったり緑色が全くなかったりしませんか？ではバランスの取れた食事とはどんなものなんでしょう？バランスの良い食事とは、食卓に並べると1食分パン、ご飯、麺類などの主食を1皿、お肉や卵、またお魚、大豆製品などのタンパク質の源になる主菜が1皿、野菜、キノコ類、あと海藻類などビタミン、ミネラルの源になる副菜が2皿、これがバランスの良い食事の目安となります。主食の多い人はどうしたらいいのでしょうか？
食を取りすぎる方はラーメン定食やうどん定食など食の重ね食いに注意していただけたらと思います。また、お昼の外食なので丼物を注文される方は定食などに、切り替えてよりたくさんのものが取れるよう工夫していただけたらと思います。主食は脳を活性化させるための大切な栄養素です。制限しがちですがしっかり摂ることで満足感が得られます。一食 150g を目安に摂りましょう。では主菜の少ない人はどうしたらいいのでしょうか。主菜が少ない人は、例えば朝食なので納豆、卵、ウインナーなど手軽に摂れるもので工夫していただけたらと思います。主菜が多い方についてはだいたい1日の目安が両手一皿分になります。毎食一皿を目安にして摂っていただけたらと思います。主菜は調理方法や使用する部位によってカロリーが大きく変わります。調理方法や脂肪の少ないものを利用するなどの工夫をしましょう。では副菜の少ない人はどうしたらいいのでしょうか。副菜が少ない方の工夫としてはまずきゅうりやトマトなど、カットするだけで一皿となるものを取り入れていただいたりとか、あとはコンビニとかスーパーでもよく売られているカット野菜を利用していただいたりとか、あと冷凍食品ですね、そういった野菜を取り入れていただいたり、あと大量に茹でて、冷凍保存していただくとすぐに調理することができると思います。副菜は大体の人が不足しています。1日の摂取目安は 350g なので1皿 70g の小鉢を5皿食べるとクリアできるということになります。嗜好品を摂りすぎるのはどうしたらいいのでしょうか。エネルギー表示を必ず確認して食べていただけたらと思います。アルコールの場合ですとだいたい1日適量がビール、500ml まで、日本酒ですと、1合までとなっておりますので必ず適量を守っていただけたらと思います。嗜好品の1日の摂取目安は200キロカロリーまでにしましょう。菓子パンを食事として食べている人もいますが主食にはなりません。菓子パンは嗜好品に分類されるので注意しましょう。何気なく食べているものもこうやって書き出して色分けしてみるとバランスの悪さが一目瞭然です。簡単な方法なのでぜひ活用してみてくださいね。そして食事とともに大切なのが運動です。運動で消費エネルギーを増やすポイントはどういったことでしょう。皆さん生活しているときに必ず行わないといけないこと、例えばお掃除とかお洗濯、あとお仕事されている方だったら通勤とか、そういうときに活動することを生活活動と言います。でそれにプラス、ウォーキングをされたり、泳ぎに行ったりお友達と卓球をしたりとかいうところは、いわゆる運動と言います。でその2つを足した運動量を身体活動量と言います。でこの量を増やすことで、消費カロリーが増えるので、ちょっと変わってきたりということになります。無理なく身体活動を増やす方法はあるのでしょうか。今の生活よりも10分だけでいいので今よりもちょっと動かす、じっとしている時間を少なくしていただくことで、10分って意外に余計に動くことができると思います。なかなかお時間が取れないとか、もう一つ運動好きじゃないなっていう方は生活の中どこかに隙間に入れていただくといいと思うんですね。例えば歯磨きとかお手洗いに行くっていうのは必ず誰でもされることなので、歯磨きの時にかかとを上げたまま歯磨きをするとか、しないといけないところに一つ加えていただくだけで、運動量ってすごく増えると思いますし、3ヶ月続けていただくと
こう頭が覚えるんですね。さてここで家の中でもできる筋力トレーニングをやってみましょう。この運動は太もも、お尻、腰など大きな筋肉を使う運動なので、とても効果的な筋トレです。まずはスクワット。最初に椅子を用意してください。座面がまっすぐで背もたれがあり、クッションなどで腰が沈まないものがベスト。まず椅子の真ん中にお尻を置き、足を大きく開きます。この時膝の下に足首が来るようにします。上半身はお腹に力を入れ、背中をすっと伸ばします。この体勢からゆっくり立ち上がります。この時膝は内側に入らないよう、つま先と同じ方向にします。立ち上がる時は膝が伸びきらないように注意しましょう。そして背筋を伸ばしたままお尻からゆっくり下げます。これを太ももがしんどいなと感じるぐらいやってみましょう。次は太ももの前の筋肉の運動です。椅子に座り、背筋を伸ばして姿勢を楽にします。片足をゆっくり伸ばします。この時つま先を天井に向けてください。そしてこの状態で筋肉が硬くなっているかどうか、太ももを触って確認してみましょう。この状態で10から15秒キープしてみましょう。できたらゆっくり下ろします。この運動を交互にやってみましょう。吹田市では今回の内容のような内臓脂肪解消セミナーを、国民健康保険特定健診で特定保険指導が必要と判断された方に向けて行っています。内臓脂肪の蓄積と病気の仕組みや対処方法を知り、健康な体づくりにバックアップしているんですよ。これからは体を動かすのが気持ちいい季節。ぜひ今回の内容を実践して健康にスリムになりませんか？